2012年バレーボール女子欧州リーグは毎年開催されているバレーボール欧州リーグの第4回女子大会である。東海は決勝ラウンドに進出した4チームに2013年ワールドグランプリ出場権が与えられた。第1週開催地、セルビアスボディツァ第2週開催地、ハンガリーブダペスト第3週開催地。 スペイングラノリエース第4週開催地、ルーマニアピアトラネアムツ第1週開催地、ブルガリアバルナ第2週開催地、トルコイズミル第3週開催地、スイスフリブール第4週開催地、フランスメス第1週開催地、チェコブルノ第2週開催地、オランダアルメレ第3週開催地、イスラエルアールエアナナ第4週開催地、ギリシャオレスティアス開催地、チェコカルロビバリ。ありがとうございます。